ハインリヒ・コニエッツ・ニー。ハインリヒ・コニエッツ・ニーは、ドイツの作曲家、バイオリン奏者で、ファゴット奏者、グライビッツ出身。幼い頃よりマンドリンと打楽器に親しみ、8歳の時からバイオリンを学んだ。9歳より、聖歌隊に入り、最初の体系的な音楽理論を学んだ。その後、ベルリンに出て、パウル・ヒン・デミットの作曲クラスに学んだ。 当初はバイオリニストとして活動していたが、1930年に事故で左手を負傷したため、バイオリンを諦め、ヒンデミットの勧めでファゴット奏者に転身した。1936年より、フーゴー・ディストラーに作曲を支持するとともに、ザールラント州放送局交響楽団のファゴット奏者の地位を得た。1939年より1945年の、 間は兵役に就いた。1946年に再び、ザールラント州放送局公共楽団のファゴット奏者となり、1964年まで務めた。また1947年から、ザールブリュッケン音楽大学で教団に立ち、作曲、器楽、室内楽のクラスを受け持った。作品には6つの公共曲、ラジオ放送音楽、映画音楽、マンドリン曲などがある。 ありがとうございます。